皆さん、こんにちは。夜中を リガルチェック、弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。またしても産地偽装が起きてしまいました。熊本県産のアサリとして表示されていたものの97%、ほとんど全部が実は熊本県産ではなくて中国産や韓国産だったということが明らかになりました。で、これに関しては過去にもこのような産地偽装、国産と書いているけれども実際は中国とかタイとか海外から輸入していたということが発覚して逮捕にまでなっている件があります。ですので、このような産地偽装を行った場合に起きる刑法上の責任 とそれプラス民事上の賠償の先にこちらもかなりエグくなる可能性があるのでそのあたりのところはまるっと解説していきたいと思います今後報道を見るにあたってはもしかして逮捕報道とかもあるかもしれないのであこの罪で逮捕されたんだなと見ていただければと思いますということでまるっと解説していきますので今日もよろしくお願いします で、まず事案ですけれども、まあ、内容としては、まあ、アサリですね。皆さんもやっぱ鍋に使ったりとか、アサリバターとか、日常的にもう国民の食生活には多く並んでいる食品です。あとやっぱり高級な料亭とかに行ってもやっぱりアサリの料理は出てきますし、その際に、どこどこ産ですと表示して出しているケースは非常に多いかなと思います。やはりその意味では国産に対しての信頼が厚い商品の一つでしょう。 で、このアサリについては、熊本県産とか、マリアケさんとして表示されていた。これは一つのブランドだったわけですね。しかし、実はというところで、一昨年、一昨年の1年間での出荷数が2485トンと、とんでもない量。 のようなんですけども、これに全然見てない数字しか国産のものとしては出てないと。で、何が行われてたかというと、中国や韓国からアサリを大量に、まあ、あの輸入してきて、ちょっとあの動画とか見ていただければと思いますけども、トラックにもうがっつり積んできて、アリアフ会とかも熊本の漁場に対してトラックでぼーっと大,大量持ってきて、それをばらまくと。で、それを1週間から半年ぐらい放置して、それで、いや、熊本で取れたじゃんと。 いうことにして、実際は中国、関係で生まれて育ったものなのに、そこで、ま、ちょこっと生活したから、熊本県産だと、いうことで偽装したってことですね。僕は岩手県でずっと育ってきてるのに、千葉県で半年住んでるから僕は千葉出身ですと、千葉県産ですと言ってるようなもんですよね。岩手ちゃん、僕、まあ、とはいえ僕は岩手県捨てないですよ。 ですけども、そういった形で、ちょこっとそこに置いただけで、熊本県産だという形を偽装してた。多分他の食品とかでもありそうな、偽装の方法ですけど、こういったことをしてたと。で、その結果、まあ今どういうことが起きているかというと、まあ当然商品回収の問題になっていますと。まあ熊本県産有明海産の、あれさりについては、売り場から全部なくなっている状況。 ですと。で、それだけではなくて、まあ、熊本県というのは、ま、災害とかもあって、熊本県復興を支援しようという形で、熊本県産のものを積極的に買っていたという側面があるのに、裏切られたということで、熊本県産の,の商品、全般に対して今、風評に害が起きていて、まあ、知事さんとかも、やばいと言ってるような状況になっています。 で、まあ、この件、ちょっと誰が悪いのか非常に難しい構造になってるのかなと思います。まあ結局は、まあそこで、まあトラックで持ってきてばらまいて、それはまあ出荷している人が悪いわけですけど、まあ一番、まあ結局どういう流れで今回の偽装になっているのかというのを紐解いていけば誰が悪いのかは見えてくるかなと思います。で、まずは輸入する人がいると。で、輸入する人はちょっとまあこういった形で偽装しているかどうかはわからないかもしれないし、分かってやってるかもしれないと。 で、その上で、これは撒く人がいる。それはおそらく漁師さんでしょうね。で、それを回収して出荷すると。まあ出荷するにあたっては、まあ漁協を通しているかもしれないですし、直接、まあ問屋に対して、まあおろしてるかもしれないと。 で、これにあたって、まあ、漁協は関与、まあ、この出荷には関与してないというかもしれませんけれども、結局のところ、こういった漁場でアサリを生産するというような漁師さんからは、その漁場代というものが、まあ、漁協に対して払われていると。要は、その漁師さんたちの収入で漁場代をしっかりと払うことによって、漁協が潤っているという側面があるので、持ちつ持たれつなわけですよ。だから、全く知らなかったのかと言われると、どうなのかなというところで、 今回は漁師さんとかそういう地元の組合だけじゃなくて漁協とかの責任も出てくるかなと思います。で、あとは問屋です。問屋の方ではこういった形で出荷されてきたものを熊本県産としてまあ小売店とかに送ったりとか個々の消費者とかにも送ってるケースもあるでしょ。今ネット販売もありますから。って考えると、問屋がこの事情を知ってたのに熊本県産ありあげさんだという形でラベリングした可能性もあるわけです。ってなると、 輸入したところから、結局、トン映の出荷のところまで、もしかしたら全員知ってれば全員共犯でしょうし、誰が知っていて誰が知らないのかというところで、やっぱその誰が悪い論、今後責任は出てくるかなと思います。で、じゃあ具体的にどういう責任を負うのかを次に解説していきます。で、まずはもう刑事責任の方ですけれども、まあさっきも言いましたけれども、これは過去を見ていても逮捕が十分にあり得ます。逮捕があり得る件です。しかも、2八8 5トン。 ですしかもこれがずっと続いてるって話になると、おそらく去年も同程度の出荷がなされているでしょうと。過去10年にわたってやってるって話になったら、とんでもない量になりますよね。というような内容になるので、経営責任は問われる可能性は非常に高いかなと思います。過去を見ていても、ハンガリー産の蜂蜜を国産だと言って、偽って売っていた業者。中国産の穴ゴを国産だと言っていた業者。 あとは、まあ、鶏肉、タイとか中国産のもので、スープとか作ってた業者あったけど、実、それは国産だと偽ってだというような業者に対して逮捕されている件があります。まあ、どういった犯罪で逮捕されているかというと、まあ、今、ちょっと、えっと、平成27年頃からに改正ありましたけども、食品表示法という法律。これの中には、まあ、原産地の偽装。 したた場合にまあ懲役2年とか200万円の罰罰金みいいな罰則が課せられています通常、こういう食品系のものだと、行政からの命令が入って、それに違反した場合という形で、刑案が課されることが多いんですけれども、あとから言うような、この刑品表示法とか、その形での処罰になりますけれども、この食品表示法の産地偽装については、これはいきなり処罰です。 なので、今回は、こういった形で行政の指導が入っていなくてもやってる人は食品表示法での処罰があり得るかなと思います。で、次に、まあ、景品表示法。これについては、まあ、以前、令和納豆の納豆嬢かな。何かの件の時にも解説させていただきましたけれども、まあ、有料五人表示と。 国産の方が有料でしょうという前提に立つならば、海外から輸入したものじゃなくて国産だという形で有料5認表示をしたということで、これについても刑罰があります。ただし、これの場合には事前に措置命令とかがあるので、その命令に違反した場合は2年間の衝撃もしくは300万円以下の罰金ということになると。あとは不正競争防止違反で、これは虚偽表示というものがあると。で、その場合には5年以下もしくは500万円以下の罰金ということで、不正競争防止違反にもなります。 ね、過去の例を見てみると、基本的には、まあ、こ措置命令とか挟む景品表示法ではなくて、貯金表示法と不正競争防止法での逮捕になっていることが多いかなと思います。で、なお参考までにこういったことを企業ぐるみでやってると、企業に対しての多額な罰金、プラス、その代表者の刑事罰って感じになるので、両罰規定。ということで、まあ、企業も、それをまあ取り仕切っている個人も、両方が処罰されるという関係になるのかなと思います。これが逮捕のまあ犯罪になるところですね。で、さらに民事の方の責任です。 で、誰がどう責任を負うかというところですけれども、まあもしかしたら皆さんも賠償を、賠償とか店に対しての偏見を求めたりということが、まあ理屈的にはできるかなと。やっぱりその国産品として書いてるものを買ったんだけれども、実際それは国産品じゃないと。まあ中国産、韓国産だったらそんなものは買ってないというような形で、やはりその国産というところの動機づけになっているようなケースというのは十分あるわけです。特にそのお店とかで出しているような方だと、まあ、国産だと言って出している可能性もあるわけですから、そんなものはいらない、出せないっていう話になる可能性がある。そうすると、 この、まあ小売、小売りの消費者から、まあ、消費者から小売行って、小りから問い合い行ってという形で、まあ、もう,こう逆流する形で損害賠償の形になってるでしょうと。で、 ま、仮計算ですよ。実際のところはこんなにうまくいかないし、し、まあ、証、証拠も通常はないでしょう。それにさ、食べちゃってるって話になったら、不当利益の問題も出ますけれども、単純計算1年間で2千四百4 8 5トンもの、偽装表示のものを出荷していて、市場価格で見てみると、まあ、その、まあ、いろんな価格あると思いますけど、100グラム128円で売られているというような、ちょっと、まあ、ネット上のデータがありましたと。で、中国産だとやっぱ半額ぐらいですね。 ですけど、まあ、あの、この 100g128 円で、まあ、売られていると。しかもそれを10年間事故。まあ、ちょっと法律改正ありましたけれども、改正前のものについては10年になるでしょうと。不当利得とか、まあ、損害賠償とか、債務不利子責任など10年になりますので、えっ、ー、と、まあ、10年ってことを考えた場合に、仮にこれで考えると、まあ、318億円。まあ、約320億円ぐらいの賠償の規模になる可能性がありますと。 なんでこんな計算をしたのかと。まあ、当然のことながら、いや、おかしいでしょと思う人は多いと思いますし、実際のところ法律はこうはならない可能性はありますけれども、なんでこういう仮定計算をしたかというと、実際のところ、これから生ずる損失、一斉利益等を含めたら、まあ、これぐらいの、まあ、規模感の損害になる可能性があるかなと思ったので、仮定の計算をさせていただいてます。まあ、当然、さっきも言いましたけれども、実際のところ、いや、食べてるじゃんと。もう消費してるでしょってところになったら、その分率を差し引かなきゃならないし、それプラス、証拠もないでしょと。 いうところになったりって話になってくると、まあこう、まあ実際のところは取り返せないかもしれませんけど、今手元に熊本県産、有明県産のある方に関してはお店に対して、いやいやこれはってことで返品求めることはできるかなと思います。まあこれを見てる主婦の方々とかも見てみてください、あさりもしかしたらっていうところがあるかもしれません。 で、そういうところで諸々考えると同じぐらいの損失。過去を例を見てみると、もう企業とか漁協さんとか、まあ、結局その漁場全体がもうある意味死んでしまう可能性もあるわけですし、熊本県産の他の商品にも影響が出る。って考えると、全体の損失としては、まあ、これに被験するぐらいの買収になる可能性もあるかなと思います。ということで、今後やっぱり逮捕報道とか、結局誰がどういうふうに仕切ってたのかというところの、まあ、黒幕が出てくるかもしれません。それが出てきたらまた法律解説していきたいと思いますので、この件について興味のある方はチャンネル登録お願いします。あとは追加の情報とか、あと そのこの件についてちょっと誤ってる点とか質問とかある場合にもコメント欄にお願いします。あと最近以前も動画でコメントさせていただきましたけれども、その他にもこの件について解説してもらいたいというようなものがありましたらそれもコメント欄にお願いします。ということで今日はこれまで。それじゃあまた。